はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、名教高校投手ですね、今回はですね、暗黒スバルを、入れてやっていきたいと思います。まあ、コメントとかでもね、暗黒スバル使えますよと、いう声をいただいていたのですけれども、自分はちょっと名教で暗黒スバルを使ったことがないので、ちょっと今回は暗黒スバル使ってやっていきたいと思います。楽譜がアンドロメダで、割と精神も稼げる楽譜になってるのかなと、あと回復力が上がるんで、まあ、それで相まって多分いい感じになるんだと思います。で、基本は変化球編成に、暁守を入れてる感じですかね。一応暗黒スバルのその金徳関係が、まあ、折り辺のダークネビュラか内無双というところなんですけれども、折り辺に関しては変化球依存で、内無双に関しては球速依存なので、まあ、暁守入れてね、イベントが走り出したら、まあ、取れやすそうな方をちょっと選んでいこうかなと、思います。とあとは、まあ、そうですね、神楽坂くんを入れているのは、まあ、一応技術要員と、玉持ちの、ね、コツを持っているので、まあ、シナリオ金徳のディレードアームが来た時には、玉持ちのコツを掴んでいきたいというところと、まともざわに関してはね、まあ、ど根性、シナリオ金徳と、被ってたりするんですけど、ちょっと今回はそのシナリオ金徳に関してはあんまり気にしないでタッグを組める人から、まあ、組んでやっていきたいと思います。まあ、今回はあくまでもちょっと、暗黒スバルの、性能を、まあ、見ていきたいというスタンスでやっていきます。じゃあ進めていきましょう。まずは、ルナちゃんと虹谷か、ここ3人いるんだけどな、変化球ポイントもちょっと稼いでおきたい気がする。じゃなくて敏捷か敏捷ポイントはね、今回は虹谷は神楽坂くんがいる関係でドクター K を取って、神楽坂くんから脅威の切れ味ですね、それで敏捷ポイント使うんで、コツメンタル、お、虹谷いいね。まあ、最初は何がいいかね、縛りとか珍しいな、回復力アップがあるのか、赤と紫、まあ、これでいくか。あ、例によってこの編成はまたね、紫だらけになるんで、暁守もね紫なんで、まとも以外多分みんな紫なんじゃないかな。ゲー、コツが欲しかった。あ、コツの経験点が上がってる。これね結構でかいんですよね、コツ経験点アップって。コツ経験点の高いキャラがコツ経験点アップすると結構もらえるんで、なかなか悪くはないと思います。あー、ここ2つか。あー、こっちもいいけど、ちょっとここはルナちゃんでいきましょう。まあ、楽譜を揃える関係上ね、結構敏捷を踏むケースもあるんで、そうするとね割と余ったりするんだよね。コツ暗黒スバルか。まあルナちゃんは乗った、まあ乗ったとはいえ評価はちょいちょい上げていきたい。あんまりほっとくとね、お正月が一緒に過ごせないから。いいね、回復力アップは強いよね。うーん、まとも、あ、ここ3個か。まあ、まとものコツだったらちょっとメンタルで3個揃えていきましょう。割といい感じで楽譜が揃っていってるんで。お、いいね、コツと、あー、リリース取れるかな。リリースは潰しておきたい。いけるね、練習が偏ってるとね、リリースの変化球ポイントが足りなかったりするんで、ここは結構評価上げも悪くないですね。よし、ありがたい、急速コツ。あー、これどうしようかな。体力が減ってればね、かなでちゃんなんですけど、他何の経験点がもらえるんだかちょっとよくわかんない。胃の変化球ポイントっぽいよね。体力は回復する、15かな多分。で、今4であと3ターンでしょ。まあ、どうする。あー、まあ、メンメンタルをやっておいて確実性、まあ、スタミナにしてもね、いや、ちょっと確実性を取ろう。なんだかんだで、あ、これは構わないでいくか。調子安定。おお、全色、全色っていうか全部ある、まあ、これはじゃあコツでいきますか。もうここで揃いましたと。なんだっけ、安全圏か。そして逃げ玉、
対抗しよう。こっちか。太陽で精神ポイントを稼いでいきます。コツ、あ、そうか、そもそもあれだね、一応コツを見て虹谷か、これはやりたいね。紫紫赤紫青わからん紫紫赤紫青とかだっけ。ダメだ、緑がいなかったからね。やったら虹谷からはもう絶対コツ掴んでおきたいんで、ここはちょっと珍しい縛りを狙いつつ、あ、多分無理かな。いや、ちょっとここは虹谷コツ、虹谷コツはもう本当に重要なんで、全てが必要だからね。脱散、キレ、根骨、根骨はスバルが持ってるとはいえちょっと確実性には欠けるんで、まあ、やっぱコツは3つかね、3つが一番いいと思います。守るくん何にもたまらないけどいいや。まあ、楽譜レベル1だからね。よし、タイピン。あー、ここどうしようかな。投手の場合はね、結構体力上限を上げたいんだけど、だいぶ体力が減ってるんで回復しましょう。あ、こんなんあったね、そういえば。これってでも結構経験点とかももらえるよね。対強打者もね、それなりに貴重だからね。あー、守る、いいね、ここだな。タイピンをどうするか。あー、まあ、ルナちゃんのデートとかでもらえるとはいえ、うん、球速 OK。 さて、もう一個のタイピンをどうするか。ここは神楽坂くんが乗ってないけど、メンタルで回復できるのか。残り5ターン。そうだね、もうちょっと練習する機会が増えそうだから、ここワンタックだよね。ダブルタックだったら狙ったけど、まあ、それでも結構変化球レベルが高いから経験点は伸びるのか。まあいいや、ちょっとメンタルで回復して、やっぱり楽譜を揃えることを優先します。ブレインマッスルとブンブン、お、楽譜いいね。これでさっきね、普通に練習しちゃうとちょっとこの練習が怪しかったよね。敏捷がなんだかんだで足りそうだな。残り3ターン。おー、いいね、メンタルでね、この体力量でメンタルで揃えられるんだったらちょっとこっちに行こう。まあ、まだ11月だからね、まだまだ評価上げの時期と考えていいでしょう。よし、どうする。敏捷やる必要はないんだよな。かといってな、スタミナも微妙だしな。あ、そう、まだね、あの9000点届いてなかったんで、まあ、あわよくば9000点取れればなっていう感じなんで、ちょっと経験点が多い方に行こう。よし、コンプリート。ただルナちゃんの告白が来てない。これ体力が減るんだよね。さて、一応見ておきますか。スバルか。まあ、スバルもコツは欲しい。まだ根骨を完全に掴んだわけじゃないんで、ここも経験点自体は結構高いね。球速レベル1だけど、まともの技術がやっぱり乗ってるのか。なんでこんな経験点高いの。あ、球速効率アップがついてるから、あと精神があるからか。まあいいや。先制したらタイピンとかはいいから、まあこれでいくか。ちょっとここはもうあんまり現状の楽譜は見ずにこっちで行こう。コツ、あ、逃げ玉潰してない。おお、コンコツ、これはモテモテは必要ないんで、体力の減らない真ん中で行きましょう。というかルナちゃん、あ、ムード丸になった、やったまあ、暗黒スバルはね、結構イベントがね重いんだよね。まあ、ただルナちゃんとかイベント数少ないんで、うわ、これは無理だな。神楽坂くんのコツか。一応例によってカロリーバーは持ってきてるんだけど、でもあんまり使わないとね、結局使わず終了しちゃうっていうことが考えられるんで、神楽坂くんのコツか。カチューンリリースだね。でリリースは掴んであるからカチューン、
脱サンもいいや。逃げ玉も掴んで、掴めるものはもう掴んでおこう。安全圏は一応残しとく。縛り物縛り、そうだ、ピンショポイント使うんだ。で、カルリバ食っちゃおう。1個残しとけばいいや。ここぞという時の1個。キレイはまだ取ってないもんね、だって。打たれ強さ。あー、ここで来ちゃったか。まあ、いいか。急速だな。急速上げとけばよかったけど、ちょっと忘れてたな、あのイベントを。暗黒スワル、金徳が走らない。まあ別に走らなくてもいいんだけどさ、これは、まあ、スタミナでてかみんなさ、なんでこう変化球に集まらないんだ。ここでルナちゃんが来なかったら、うん、来なかった。しかも何にもねえし、これはさすがにもったいないよな。まあ、クリスマスとかがあるわけじゃないんで、寝るか。ふて寝しよう、ふて寝。これは、まあ、ここでいいでしょう。てか、なんで技術こんな入んの？まあ、技術があるからか。急速でこんだけ技術入んの、すごいね。で、天空中央と。さて、ここどうしようかな。わからないにして、もうタイピンを掴んじゃうか。あれ、タイピンってもう全部掴んだ？わかんねえや。で、お一人様なんで健康。あれ、笑顔がタイピンだったっけ。なんか忘れちゃった。あと3ターンで3か。無理だな。あー、神楽坂くん、コツが欲しいんだよね。ここはね、結構いいんだけど、あ、根性骨も取っときたいんだよね。こっちにしよう、じゃあ。なんでもいいからコツをください。うお、すげえな、超上がるな。イベント経験点アップ来ないかな。これは、ここだね。少し技術さばいとく。ま、コントロールを。いいくらいに上げとけばとりあえずいいでしょう。あー、急速もあるね。144まではキープしておこう、マインドブレーカーのために。打たれ強さ、ちょっと精神が足りてるわけではないので、これさ、どっちの楽譜をくれるんだろう。君か、アンドロメダ。79とかすげえな。あー、まあ矢部くんにして敏捷稼いでもいいんだけど、もう敏捷はいいでしょう、さすがに。残り1ターン、特になんかがあるわけではないので、どうしようかな。デートを進めていくか。イベント経験点アップがあったらな、デート進めていってもよかったんだけど、精神と得意練習と回復力アップか、まあ、全部発動してくれれば確かにいいね。でハーモニーボーナスは筋力、変化球、精神で、精神寄りだと思うんですよ。精神の経験点が結構多いはず。楽譜ゲットまであと2ターンか。いや、ここちょっと一旦余ってるんで、デートを消化しておきましょう。さてさてさて、ここをどうするか。波動は筋力、ここも筋力か。得意練習率アップも結構いいんだよね。波動にしよう。まあ、これはなんとなく揃ったら揃えていこうなんとなく揃ったな。 5% か。いや、やろ。ちょっと変化球があふれそう。152が次の聖堂黒金、いらない。メンタルには来てない。まともか。ちょっと、あー、でもあれか、前か、バレンタイン前か。少し変化球を鍛えていきます。カーブと、ちょっと待って、カーブとダークネビラがなんかあれなんだよね。じゃあスライダーを3にして、進化を覚えておいて、
シュートもちょっと覚えておこう。これで4球種目が取れるから、下方向で結構な経験点の軽減にはなるよね。まあ、覚えればの話だけど、どうしようかな。デートしておきたい気がするけどな。カロリーバーはさすがにもったいないでしょう。このレベル1のあれを揃えるのに、ちょっとデートの回復量がもったいないけど、まあ、しょうがない。それはでカチュウもまあ掴んではあるからね。さてスタミナかこっちか。まあワンタックだから楽譜だね。まあ、いいや、スタミナにしよう。今なんだっけ、波動か。ルナちゃんどうしようかな。変えちゃおうかな。別に波動そんなに、なんていうの、やるものがないからとりあえず波動にしとこうみたいな。体力減ってるしっていう。アンドロメダ、これちょっとやってみようか。よし、一応全部揃ったね。2色でいきますか。アンドロメダでも入れるんだったらちょっと緑を1人入れた方が。よっしゃ、どうした。お、いいねいいね。神楽坂くんありがたいよ本当に。で揃えていこう。そうだよね、9918だから。げそうだ。おお、神楽坂くん君どんだけ寂しがり屋なんだ。あー、コントロールいいね。メンタルは守るか。まあもう急速骨は掴んだんでコントロールでいこう。次はできればメンタルで揃えたい。でここはストレート、どうだ。いいね。ちょっと一応コツ見る。ルナちゃんか。まあここはメンタルだな。完全回復して次に備えよう。うん、まあまあいいね。やっぱりそして神楽坂くんも安定で3で4だから、ここ最低でも2ターンで揃えたい。最低でも2ターンで揃えたいけど、楽譜に行くかコツに行くか。まあ、ちょっと神楽坂くんはほっとくとして、ここすごくない、結構経験点が50くらい入るか。敏将ほんと余ってんな。緑が3つ、ここで緑がでも揃ってないっていうのがきついな。無理そうだな。スバルってあとなんか、あ、キレか。キレってまだ取ってないよね。キレ取ってないわ。さすがにちょっと変化球ポイントが多すぎる。いや、ちょっとこっちにしよう。楽譜集めはちょっと諦める。幻の1球、まあ、とりあえず1回目が来ましたね。で2回目で方向が決まるんで、あー、ここダブルか。そうだね、まあ、これこっちでいこう。今のところ変化球の伸びが悪くないんで、ダクネビラできますか。ここはね、どうしようかな。打たれ強さを掴んで、打たれ強さをもう潰しちゃうっていうのもありだし、笑いに変えるにして、打球反応を潰しちゃうっていうのもまあありかな。根性骨がまだ取れてないんでね。神楽坂くん、どうする。メンタルで残り1ターンにか、残り1ターンにかけるんだったらスタミナだよね。変化球をちょっともう1段階上げておきましょう。シュート、え、これさ、次の球種で取れる。ちなみに350でしょう。4球種取っておいてどうしよう。機動的にね、ダークネビラがスラーブみたいな曲がり方するからね、なるべくちょっと縦に落としたいな。ナックルカーブとかにしてみるか。じゃあナックルカーブを覚えよう変化球ポイント1になった。で下方向のダークネビラ、これでいきましょう。でここはこれ、キレをください。もう変化球ポイントないっす。玉持ち、まあ悪くない。ディレイアームでもなんだかんだで来てないよね。どうだ。うーん、来ないね。最後の望みは絶たれた。最後の望みは絶たれて、
ただ回復力自体はもう一回発動するんですよ。だからここで変えちゃうと回復力が発動しないんで、まあここはデートを消化しましょう。よし、絶対勝つぞ。この変化球の七色の変化球を見せてやる。何がすごいんだ、スライダーとあれか、特化して伸びてるものはないからね。ただなに、振らない。勝ち運とかさ発動してるんだけどさ、あぶねー。なんかバットに当てられるとね、え、今のヒットなのみたいなのがたまに出てくるからね。よし、タイピン掴みました。これで5になった。お、いいね、右下にも成功。ドクター K で触れない手を、くでさて、ここからどうしようか。ちょっと体力がね減ってるんでね、ミスターゼロ。いやー、青とか無理だよ。天空中央はど根性なんだよね、金徳が。まあ、ダイヤのエースとかもうチームメイト評価いらないからね。ブレインマッスルも別にっていう感じだから、黒金か。黄色があるけど、黄色はもうそもそもイベキャラで発動できないんで、打たれ強さか。まあいいや、ちょっとコディクしよう。2つ。これなかなか全部発動しないよね。虹谷のコツがきつつか。 OK、 ちょっと体力に難があるから、コンコツ OK。 メンタルで揃えていこう。コントローラーも全部掴んであるから、キレをください。マジで、うわ、削ってきた。これは精神が来ないと無理だぞ。てかそもそも無理だ。13発、ちょっと怖い。黄色を埋めとくか。黄色はねもう一般人か2つ目の楽譜で取るしかないんで。よし、とりあえず体力はなんとかなった。まあ、4まで行くのは無理だね。どっかで1回で揃わないといけない。3とかがね1回で揃ってくれるとかなり楽になるんだけどね。俺の監督評価ってどうなってんの、ところで全然気にしてなかったわ。そういえばコントロール上げていきましょう。一旦 B まで上げとこう。で、球速152まで一旦上げとこう。よし、これで球速コントロールはまああんまり気にしなくて大丈夫かな。で、ミスターゼロを取るんだったら、まあやっぱりねスタミナ上げて先発を目指したいんですけど、ちょっとミスターゼロ取れなそうだからな。ちょ、わかんねえ。どの変化球を投げればいいんだかわからない。ただ球速も速いぞ、152。いや、それ一般人にしてはってことね。150を超えるピッチャーなんて高校生いないでしょ、そうそう。ちなみにダイヤのエースの古谷って150出るんだっけ。これね、なんか試合に勝ったらさ、なんか楽譜を1個埋めてくれるとかだったらかなり嬉しいんだけど。スタミナで、え、これこれで、これ美味しい。これ美味しいよな。美味しいよね。美味しいよね。楽譜諦めよう。激闘第一。友沢の成功率ってどれくらいなんだろう。ここなんだっけ、ちょっとどちらも断ってみよう。精神がすげえもらえんだけど。うわー、メンタルが欲しかったけど3パーか。まあいいや、やろう。あと何ターン。根性がないんだよなこいつ。根性が。ルナちゃんはね、まあ、3つだけどね、ちょっとなんだろう。うわー、来てるー、来てるー。ちょっと体力がないな。なんだっけコツ、そもそも打たれ強さか。いらんはいらんな。あ、内角のコツがあるけど、あれスバルのイベント全然進んでなくないか。
いやもうちょっとだってもう6月にもなるしね。いや諦めよう。この楽譜のコンプリート諦めます。ルナちゃんのデートがね回復しないからね。おーし、ぶん殴ってやるこいつ。一応スローはスロー。いや無理だよ、無理です、無理です。うまくいけばでもさ、コンプリートできたかな。あ、いや、ちょっともうデートを終わらしよう。で、ここは変幻自在。あれ？そういや、あれじゃん。クリスマス過ごしてねえから、緩急のコツがねえやん。頼むぞ！おお、いいね。ダークネビラ。しかし、体力がなさすぎる。寝てもう次の楽譜に備えよう。どうしようかな。じゃあ天空中央にしてちょっと変化球。いや待てよ、葵ちゃんもね結構いいんだよね。その骨イベ発生率アップと得意練習率アップがあるんで、でさらに練習効果、練習をするという意味では野球マンはね結構いい。全部発動するっていうのが条件だけど、スタミナにするか経験点を取りに行くか。スタミナ伸ばす、いいにはしておくか。1でいいになるし例によってね、また中継ぎとかをね作りたいは作りたいんだけどね。4も上がった。よし、スローね。いいね、いいね、いいね。これは守君だから、ちょっとこれは楽譜を揃えていこう。状況によってはカロリーバーを飲もうと思ったけど回復をする。コツか。ちょっと待って、ここ美味しいね。ワンタックコントロールだな。リリーフだマジか。もう楽譜に夢中になりすぎた。ちょっと3は欲しいよね。3でしょ。であとちょっとダークネビラを伸ばさないといけないから。あれ、オリジナル、あ、そうか、オリジナル、あれ、そっか、ナックルカーブまだ1か。いいや、いや、キレと変幻自在きついな。ちょっと誰点取られたの、俺じゃないよ。で何事もなく終わったけどさいきなり終わるとこだった。どうこれ、ここでさ監督評価上がっても決勝は出れないんだよね、乗ったとしても。うわー、ちょっときついな。揃えておく、ただ揃えておこう。もうちょっとこれはカロリーバー使って揃えておく。で残り4ターンで4を揃えられればいいわけだから大丈夫っしょ。ちょっと変化球だな、少しでも変化球を稼ぎたい。一回メンタルを挟む、受けどうする 9% だよ、しかもダブルタックだよ、これよくね。やろう、よし OK。 でハーモニーボーナスって出てくれればね、あ、怪我しないんでジャイロボールってそもそもさ取ったっけ。マインドブレーカーの男ジャイロ、おお安ドクター系。人根性は重いしな、変幻自在緩急がないからな。打球判断は取っとこう。驚異の切れ味、いや綺麗。いやだから敏捷、余ってる余ってるって言っても骸骨がないからさ、やっぱ必要だね。今のところコツ取らないと縛りが取れないんだよね、まあ、せっかくなんか珍しいコツを取ったんで。よく抑えてんな、ただ早いね進行がめちゃくちゃ早い。それ経験点も悪くないんだけど。まあちょっとね、その追いすぎるとスカウトさんじゃなくて監督評価が足りなくなるっていうのでどうしようかな。一回回復はしたい。まあここはちょっとコツ
ていうよりは1人もらってないね。誰とタッグ組んでないんだ。まあいいや、もうちょっと変化球ポイントが欲しいんで天空中央。うおー、マジか。一番いらないのが来た。一応ちょっともらっとこう。精神でいいの来ないかな。いや、これ無理だよ。これは無理です、さすがに。1個か。寝る？もうじゃ寝よう。もういいや、打って打って打ちまくる。スタミナ少ないけど大丈夫かな。ちょっとコントローラーじゃ A にしておいて、1っていうのはやっぱなんかちょっとね、嫌だ嫌だね。クカウ2にしておこう。金徳用のな変化球ポイントも取っておかないといけないからね。山岡くん、パワーあんじゃんこいつ。え、すげえチャンスボールだったのに。スライダーか。こいつアウトコースが得意だ。カウントワンボールツーストライク。さあ4球目、会心だ。もうちょいしたか。友沢、あー、ゼフ長よりによって、お前ゼフ長かよ。第2球投げた。よし、関係ない。これでさ、なんか好調取り戻してほしいよね。紫藤さんはいける。しまった、振り遅れた。小杉くん、みやうどん。うどん。うん、まあまあよくやってくれたよ。頑張った頑張った。スバルがね、試合経験点ボーナス持ってるんで、まあ、そこもいいところではありますよね。よし、1回で揃った。しかもここに来てスリタク、美味しいね。じゃあこれ見とこう。西谷か、綺麗。いや、綺麗の経験点を稼ぎ出せる。ルナさんが初めてか。金徳なんだろうね。ちょっと後で見てみよう。おい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 、ミスターゼロは持ってないけど、ミスターゼロっていう騒ぎじゃないな。よし、徳永くん、めっちゃ弱い。お前なんでレギュラー入りしてるんだ。それほど人材不足なんだ。強い人は強いよね。でも明鏡ってモブ生でも俺より弱くないか。強振でいこう。やっぱやめた。うわー、正面に行ってしまったよりによって。紫藤さんはまた絶好調保ってるね。大きく外れました。投げました、スライダー空振り。第3球を投げました。ここは入ってこないでしょ。ここはよく選びました。カウンター2ボール1ストライクです。どうよ、 OK。 結構点取られたね。自責点4、自責点3か。さて最後、おお来てる。体力的にもいける。神楽坂くん、キレキレマジで欲しい。ここでキレが来てくれると打たれ強さも掴む。あ、タイピットが掴んでねえし、一だけ掴んどこう。で、あとはちょっとこれ忘れないうちに取ろう。大丈夫でしょ、影響しないでしょ。知り上がりがあんのか、神楽坂くん。知り上がりはでもいらねえな。と玉持ち、あんまりね、こう中継ぎとかに知り上がりとかつけたくないんですよね。綺麗。ああ、そのために直撮りするだって、いや、いらないよ。結構精神使うし、そこまでの余裕はない。だったらもうしょうがない。切れ味を直撮りするしかない。というわけで、ここは、これでいこう。まあ、変化球ポイントも結構稼げたしね。
変化球ポイント出してもそも、まあ、キレは直取りですね、しょうがない。まあ守備練をね割とやったんで臨床ポイントには余裕があるんで、取っておきましょう。20かいくつだ、ちょっと根性を取るとさ精神がなくなるわ。縛りゲ精神も必要なの。手応えは8か、ただ変化球ポイントはねちょっと、ダークネビラせっかく覚えたからダークネビラを伸ばしていこう。4にしたい、ダークネビラは4にしたい。精神足りないからまあいいや、ちょっと全てのポイントが入ってから考えよう。全国の頂点名強別所君結構強い、ミートが小さいけどね、そこはパワーで押し切る。投げたストレートはボール、カウンター2ボールのストライク、あれ球か。第3球を投げた、あーどうだ、大丈夫か、フライになっちゃったかなって思ったけど、ゲッ超弱コマだ。7番から弱くなるのか。ミートを開いてつなげていこう。そうか、こいつあれ球だからちょっとブレんのか、ちょっと危なかったねセカンド。徳永君もマジ弱いから、しかしきっちりつなぐ。入ってくる、いや入ってくるけど打ち上げてしまったか。まあいいや、ゲーもう何なの、下位打線ばっかだな。あー悩んだ、エクスカリバーかなーってちょっと頭をよぎって、結局振り遅れてしまった。カウントは2ボール1ストライク、次は4球目投げました、危ない球、最悪フォアボールでもいい。投げました、よく見たフォアボール、ランナー2人を置いて迎えるバッターは徳永名強、これは打つ、おーおおエラー、エラーだね、今のはエラーでしょ。代打は小杉、なんでさこのやる気のないやつをさ代打で出すんだよ。あ、代打ってことは俺じゃん、変わったの6回で降板か、なんかちょっと悲しいな。4点打ち込まれたかんね、しょうがない。あ、そもそもスタミナもないしね俺。紫藤さんは普通に強い。まあ50もらえればいいっしょ、もうこんなサクサクやって。あとスカウトさんも全然なんか追ってなかった気がするんだけど、ドラ1は無理かね。そうだね、2だね。これはちょっと中継ぎにします、今回こいつはスーパー変化球の中継ぎ。あ、そうだ、ここで一応尻上がりがもらえるんだ、取らないけど精神に余裕がない、今俺の精神に余裕がない。8500かー、ガチで経験点狙いに行ってたら9000いったかもしんないね。まあいいか。で変化球だね、変化球ちょっとダークネビラせっかく覚えたんでこれをまず4にする。で155余ってるから本当はなんだね、ムービングファストとか取ってもいいんだよね、技術もあるからね。で精神あんまり使わないでしょ、まあ、ツーシームも使わないけど変化球をさばくっていう意味では縛りは変化球使わない。手応えを取っちゃうとねもう無理なんだよね、内角とかあんまりね、安全圏取っとこう。変化球ポイントは使いたくない。え、緊急登板とか取りてえ黒ファイか、どうしようかな。一旦ツーシーム、え、変化球はだって取れる、155じゃもう無理だよね、どう考えても。ツーシームにして、あとはちょいちょい火消しか、火消しいいね、精神10しか使わない、ちょ火消しにしよう。あとクロスファイヤーか、クロファイも結構技術使うからね。ここはもうなんていうの、査定がどうとかっていうよりは、あれ あったか、査定がどうとかっていうよりは能力的なものを重視した低め。52クロファイどう、あいけるね、
黒ファンにしよう。であとは変化球を使わないやつをちょいちょいちょいと取っていく。せっかくだから球速上げようか。ほいほいほい、いいね。155までって156。よし、あとはちょっと1個くらい取れそう。タイピンか、タイピンにしよう。なんかある？なんもない、なんもない。精神があれば弾道上げたかったね。じゃあスタミナちょいちょいと上げて、よし終わりにしよう。これで大丈夫かな。他なんかある？ヘビンショーパワー、パワーみたいな。もうないでしょう、さすがに。これで取れるものは何にもないよ。はい、という感じで、まあ暗黒スバルね、まあ確かに結構いいですね。うまくその金徳関係がうまくいけば迷宮にね合うと思います。アンドロメダいいね、その回復力があって、なんだっけ、あとは得意練習率、コツどっちだったっけ、なんかアップがあったよね。まあそんな感じで、今回は暗黒スバルを使って明鏡高校投手ですね、やってきましたという形で、まあまあかなりいいと思います。まあそんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。